おはようございます。今週も人間をやります。ここ最近はね、 iPhone の HDR 動画っていうので、動画を投稿してたんで、 HDR 対応ディスプレイじゃないスマホとかで見るとね、画面がかなり明るくなってしまってたんですけど、この動画からはね、 HDR 対応じゃなくても、普通に見れるようにします。てかなってると思います。HDR ってのはすごい綺麗なんですけど、その代わりね、この GoPro の映像と混ぜてね、動画編集をするっていうことができなくなっちゃうんで、GoPro とかも使いたいなと思ってるんで。めっちゃ寒いねんけど。寒いし眠たい。雨が降ってるんですけど、ちょっと2日前からね、体にヘルペスができてるんで、皮膚科に行きたいと思います。はい、今日はね、この担々ごま鍋を食べたいと思います。去年の冬ね、僕はこれめっちゃ食べたんですよ。Amazon の購入回数が今回でね、9回目だったんで、この前の冬はね、僕これ24本消費してます。ちなみにね、今期これ初じゃないんですよ。もう実は週末に僕これ食べてるんで、1本動画の中ではもうこれがね、今日初になります。担々ごま鍋がね、これがもううまいね。というわけで、たっけーす。いやもう最高。いや今日体めっちゃ冷えてるし、もうやっぱ冬は鍋やな。はい、今日の締めはですね、中華そばです。初めてうどん以外で締め食べるわ。あめ、いただきます。うまい。合うな。ちなみに今日はね、野菜はね、だいぶ少なくしました。前の冬とかやったら多分ね、今日の、2、3倍ぐらいは食べてましたね。そうするとね、もう腹パンパンで苦しいっていうのと、あとは量をめっちゃ食うから、もう1時間半とかね、食っちゃってるんですよ。長すぎじゃないですか。今日ぐらいの量でちょうどいいわ。もはやみんな色違いのザシアン使ってるから、もう通常食の方がレアやねんけど。最近ね、朝起きれないんですよね、寒くて。親から寝るのも遅いし、起きるのも遅なってる。17度もあんのに部屋寒いわ。晴れてくれへんかな。外晴れてきたんで、目的なくね、外出ようかなと思います。こっちは晴れてんねんけど、こっちはめっちゃ曇ってんねんな。できなく歩いてたら梅田まで来たわ。19円の麺買ったんで帰ります。はい、帰ってきました。いや疲れた。今日めっちゃ歩いたわ。もうこんだけ歩いたらね、もうさすがに早く寝れるはず。もうそろそろ生活リズム戻さないと。ちゃんと最後は私が見られると思うな。
締めです。よっしゃ、ドラメシアの色違いきた。おはようございます。9時間以上寝たのに全然起きられへんねんけど、マジで起きられへん。はい、今から歯医者に行きたいと思います。でその後にね、まあ、どっかでちょっとだけ作業したいと思います。はい、そろそろご飯にしたいと思います。鍋で使う野菜と肉の量を減らしてるんで、1回買ったらこれ4日連続いけますね。前までやったらいけても2日やったんで。あかんあかん、ポケモン全然勝たれへん。もうしばらく自己流捨てよう。もう一旦上手い人の構築そのまま使うわ。マジであかんわ、ほんまあかん。ほんま自分らしさとか捨てよう。やばい、シャワー浴びてるとき首かゆくなりすぎて、めっちゃかゆしたらめっちゃ首赤いねんけど。今日はこれから仕事なんですよね。今日からね、3連勤なんですよ。まあ、言うても1日1日めっちゃ短いんですけど、ただね、来月の後半からもうちょい増やそうかなと思ってます、仕事は。というかもうちょい増えたぐらいが本来の僕の希望なんですよ。仕事行ってきます。散歩ついでに仕事ですね。てかこの時間楽屋はもう最近寒くなってきたから5時起きがマジできつい。はい、帰ります。あー、お腹すいた。あかん、眠たい。寝ます。あかん、体が重い。めっちゃ寝たのに。今日初めて締めにご飯入れてみました。これうまいんかな、どうやろ。さあどうかな、これいただきます。うまい、うん、米でもうまいわ。もう完全に具材がないときはこれ米でいいかもしれへん。うわ、
先生、今週体重すぎんねんけど、まあ、1週間ぐらい前からなんですけど、なんか起きた時に体がね、もう鉛のように重たいんですよ。マジでこれなんやろな。おはようございます。めっちゃ寝た。はい、今から仕事行ってきます。この時間帯寒いわ。てか、めっちゃ夜です。はい、仕事終わったんで帰ってます。寒いな。はい、ナッツを買いました。このね、まあ、アマゾンのこれナッツなんですけど、まあ、アマゾンのナッツよりもこっちの方がね、量が多いんですよ。アマゾンのやつはね、600何グラムなんですけど、こっちはね、1キロなんで、しかも値段がほぼ一緒。で、なおかつこっちはね、あの、マカダミアナッツが入ってるんですよね。で、ナッツの王様マカダミアナッツ。一袋食べたいと思います。まあ、でもぶっちゃけね、ナッツの味の違いって僕全くわかんないです。まあ、一緒ですね。マカダミアナッツがね、入ってないんじゃん、これ。だって、マカダミアナッツ、え？もしかしてこんだけしか入ってないかもしれん。うまい。もう一個入ってました。やっぱマカダミアナッツってすごい高いらしいんで、やっぱ量がすごい少ないんですよね。あ、マカダミアナッツが一番うまいわ。今ね、あのメガネのレンズを交換したいと思ってていろいろ調べてるんですけど、店によってね、値段が全然違うのが理由が全く分からへん。ちなみに僕が今これかけてるメガネのレンズって3万円だったんですけど、なんか同じレンズでもなんか店によってはめっちゃ安かったりするんですよね。何がちゃうんやろ、マジで分からんわ。ただまあメガネに関して言うと、僕はもう毎日使うんで、まあ、ここはもう絶対妥協したくないんですよね。もう値段とか関係なくね、まあ、一番いいやつを選びたいんですけど、マジで分かんねえ。はい、今からね、ちょっとあのメガネ屋に行ってきます。はい、メガネ屋行ってたんですけど、あのレンズ交換がまさかのね、今日の5時に終わるみたいです。あの1週間ぐらいかかると思ってたんですけど、だいぶ早いですね。というわけでね、まあ、ついに僕はあの新しいメガネになります。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、メガネ受け取ってきました。あのね、ちょっと金属なんでフレームがめっちゃね、あの硬くて曲がんないんですよ。だからちょっとフィッティングが微妙、もうちょいちゃんとやらなあかんわ。はい、というわけで帰ってきたんですけれども、こちらになります、僕の新しいメガネで、これ今までかけたやつなんですけど、似てるでしょ、めっちゃ。なんで僕はね、このメガネをかけてきたかっていうと、これ似てるからなんですよ。僕このメガネはね、もう8年ぐらい前からずっとかけたいなと思ってて、もうついにこちらのメガネをね、まあ、かけることにしました。もうね、これね、5年半ぐらいかけてて、でレンズ変えなあかんな変えなあかんなとか思いながら、もうずっと同じレンズでね、もう傷だらけなんですよ。もうこのメガネはね、もうレンズあの1年に1回ぐらいはね、もう変えようかなと思います。帰りもこのメガネかけてたんですけど、もう視界がね、もう全然違いますね。はい、今はね、これはね、今までかけてたメガネです。これ変えたいと思います。はい、こんな感じです。まあ多分あんまり変わんないんじゃないですかね。まあ色とかもかなり似てるし、形もほぼ同じなんで、まあここがね、ちょっとあの金になってて、これがすごいいいなって思ってて、またはまあここも金ですね。で、ちょっとフィッティングがまあ結構合わせてもらったんですけど、ただここが金属なんで、あのめちゃくちゃね、ここが曲がりにくいらしいんですよね。めっちゃ硬そうで、もう折れるんちゃうかっていうぐらいこう重くそ曲げてたんで、まあちょっとフィッティング今でもいいけど、もうちょいちょっとこの耳のところをきつくしたいんで、また明日別のメガネは行こっかな。やらかした、味噌汁作ろうと思ったけど味噌がない。
最近ね、マジでこの口周りのね、ニキビがやばい。マジでここ1ヶ月ぐらいね、やばいんですよね。やっぱりあのバターなんかな、ちょっと原因がほんまにわからんねんけど、これはもう一回バターをね、まあ、やめてみるかもしんないですね。おはようございます。あのちょっとやっぱりね、今日からのバター抜いてみます。さすがにちょっと肌荒れすぎやわ。これはもう自分の中では結構異常事態なんで。はい、仕事行ってきます。めっちゃ寒い。もうこの時間ね、無理やわ。はい、仕事終わりました。メガネのフィッティングがね、完璧になりました。てかね、あの堀江のメガネ屋ってね、まあ、行くたびに思うけどめっちゃおしゃれやわ、店員とか。やっぱね、あの帰国した後の14日間の隔離措置っていうのがもうハードル高すぎやわ。まあでも行きたいな、冬寒いしな。短期間行くのはちょっと微妙やな。やっぱりもう最低でも3ヶ月ぐらいは行かないと。だから2週間の隔離はちょっときついわ。まあとりあえずここ1ヶ月ぐらいね、マジであのニキビがめっちゃできて本当にあの泣いてるんで、一旦バターをやめてね、ちょっと様子見てみようかなと思います。というわけで今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。